マイマナス -35AC の兵装打撃戦闘機とは、状況に応じて、多様な並走を搭載可能な戦闘爆撃機、マルチロール力の中でも、とりわけ対空戦闘能力に重点を置いた戦闘機の故障である。ブラックバーンファイヤブランド第二次世界大戦の頃より、イギリス海軍では、対空戦闘もこなす攻撃機、日本で言うなれば、戦闘雷撃機なる分類で配備された。 感情機をストライクファイターと呼ぶことがあった。ただ当時の技術的な限界もあり、対空戦闘能力は中途半端なレベルに甘んじた。フィアット G91 大戦後、NATO における次期兵器開発計画の一つとして、NATO ベーシックミリタリーリクワイアメント一略して NBMR-1 が告示され、軽量戦術打撃戦闘機と称する小型機が同盟各国で開発された。 これは、共産権からの核攻撃に備え、高価な大型機の代わりに、多数の小型機を分散配備するという意図があった。しかし、コンペにより正式採用された G91 の導入を見送る、同盟国が相次ぎ、同盟各国の標準装備とする計画は成功とは、言い難いものとなった。なお直接の関係はないが、 安価な小型機を多数配備するという傭兵思想は、後に、アメリカ合衆国の軽量戦闘機計画にて、ジェネラルダイナミクス海 -16 として、結実することになる。海 A-18C さらに時を経て、アメリカ海軍では、海 A-18 ホーネットの登場に伴い、ストライクファイターという故障を正式に使用するようになった。余談ながら同期は、 前日の軽量戦闘機計画で、海 -16 の原型機、UF-16A に敗れた、ノースロップ UF-17 を、関西機としてリファインしたものである。その後も、米国においては、主力戦闘機に被験し得る、対空能力を維持しつつ対地能力を強化した、派生機種は、ストライクファイターとみなされる。アメリカ主導のもと、 国際協力による新型機開発計画ジョイントストライクファイター。プログラムで誕生したロッキード・マーティンス -35 はジョイントストライクファイターとも称される。冒頭にて述べたように、現代においての概念はマルチロール機とほぼ同義である。同行も参照のこと。NBMR-1 ライトストライクファイター。 globalsecurity.org2019 年6月22日閲覧。ありがとうございます。